それではありがとうございます。田村政策委員長の定例会見になります。はい、今日沖縄の緊急事態宣言ということはあるんですけれども、このコロナの問題については昨日市和夫委員長がやるべき対策ということについてもですね、詳しく述べていますので、私からは今報道されています議員立法の LGBT 法案をめぐってですね、自民党の中で大変差別的な発言が相次いだということですので、これは私もLGBT のこの議連に入って議員立法のことを一緒に協議をしてきた当事者でもありますので、一言述べておきたいと思います。LGBT 議連の中で、そもそも出していた野党のですね、LGBT の方々に対する差別を許さないという、差別解消の法案、これはもうずっと何回も何国会にもわたって野党側は出してきたわけですね。それが今国会になって自民党の側から、ぜひですね、野党とのすり合わせをしたいということの前提で理解増進法案というのを出してきて、これで議連のメンバーが中心になった自民党と、自民党稲田さんと、それから立憲民主党の西村智奈美さんとで協議をして、いわばこう差別は許されないという文言を入れた法案として、与野党で合意を議連の中ではしたわけですね。でこれが自民党の中でですね、こんな法案は認められないという罵詈雑言に近い、発言が相次いだということですし、会合が終わってから述べられた、山谷議員の発言などを見てみれば、もうトランスジェンダーに対する敵視と憎悪と差別と不理解を振りまくような大変許しがたい人権侵害の発言になっているんですね。理解の増進といってまとめていた自民党は、果たして LGBT の方々の人権ということをどのように理解をされていたのか、何のために法案を作ろうとしていたのかと、このことまで問われるような問題だというふうに考えます。ぜひですね、この差別的な発言をされた方々は当事者の方々も求めているように謝罪と、そして本当に真面目にですね、この今 LGBT の当事者の皆さんが何に苦しんでおられるのか、どういう差別があって、それをどういうふうに解消していくことが求められているのか、ぜひですね、憲法の個人の尊厳の立場に立って真摯にお考えいただきたいということを述べておきたいと思います。私からは以上ですので、ご質問にお答えします。読売新聞の北村です。与野党でですね、コロナで自宅療養中の方に郵便投票を認めるための法整備について検討が進められていまして、今国会中の成立もということなんですけれども、共産党としてどのような立場で協議であるとか審議に臨むかお考えをしてください。はい、まず前提の問題として、今自宅療養の方が確かに増えてしまっている、大阪とか深刻な事態なんですけれども、本来は入院か療養施設でちゃんと健康観察を受けるべき方々なんですね。自宅にいるということを前提としてあまり議論をこう進めていくということはどうなのかというのは、まず前提問題としてあります。ただ同時にそういうことが余儀なくされている間に選挙が実際に行われたときに、そういう方々の、投票権をいかに保障するのか、ということは考えなければなりませんけれども、同時にね、選挙の公正さをどう保障するかということとセットで議論していくことがどうしても求められると思います。戦後の一時期に郵便投票というのが実際に行われていて、これがやめた廃止になったのは、やっぱ不正がいくつもいくつも問題となってですね、郵便投票っていうのは一度我が国ではやめたっていう経緯がありますそれから郵便で投票する際も自宅から一歩も出ないってことはありえないわけですのでね、そうすると自宅を出ることをやはり前提とするわけですよ。で各地ですね、今でも地域性によっては巡回して投票するってやり方もやられてます。
立ち会い人とか選管の方がちゃんとそこの場に行ってっていうこともやっていますので、結論ありきではなく、やはり投票権の保障ということと、それから公正な選挙をやるために何ができるのかということについては、よく議論することが求められているというふうに考えています。NHK の金沢です。コロナの関係でお伺いするんですけれども、佐藤からはですね、緊急事態宣言について全国への発出も考えるべきだというふうな発言もありますけれども、今回沖縄が追加されることについてどのようにお考えなのか、まだ感染が収まらない状況について政府の責任はどのように考えるのかお願いします。はい、変異株の感染力が、ね、本当に強いということが示されていて、まさに全国に感染の波が広がっているという状況ですから、一定ですね、専門家の皆さんも含めてこの県境で区切った地域だけでいいのかというのは、私も議論は必要になってきているというように思います。やはりもう少しこう全国的な感染状況が今どうなっていて、それに対してどういう各県だけじゃなく全国的な感染状況をどう捉えて、じゃあその全国的な対策として何か求められることがあるのかどうかですね、そういう視点からの検討というのは、これは必要になってきているのではないかというふうにも私も思います。でそうですね。で、それと同時にやっぱり宣言を出すことに意味があるんではなくて、何度も繰り返してますけど、宣言を出して政府が何をするのかが求められているわけですから、ここでの発信がなさすぎる、戦略が引き続きなさすぎるということをちょっと指摘せざるを得ないんですね。感染抑制に向かわせるためにいかなる戦略を、行っていくのか、医療崩壊させないために何をどうするのか、こういうことをですね、どこにどういう宣言やるのか、どこがどういう地まん延防止が必要なのかどうかっていう、なんていうか、そのエリアの中のね、感染者の数だけ見ているような対策ではダメですよね。そういう戦略、本当に示してほしいっていうことを改めて、求めます。はい、共同通信の問題です。歳費の返還に関する法案のです。先日の C さんの会見なんかでは、その前に自民党がやるべきことがあるんじゃないかということでしたが、かなり与野党で今議論が進んでまして、そういう法案が出てきた場合の対応としては、共産党としてはどのように考えているんでしょうか。ですね、法案ってことだけで言えばですね、当選無効となる公職選挙法違反、つまり金権政治をやって当選無効となる議員が今後も出てくることを想定しているってことですよね。だからそれはちょっといかがなものかと思いますね。当選無効になるような選挙をやったらダメなんですよ。でしかもその当事者の党から出てくるってどういうことかと思いますね、本当に。でこれはこういう法律を出せばみそぎになるっていうの発言も自民党の中にはあるようですけれども、とんでもないですね。これ河合案里さん の歳費をどうするんだって議論だって言うんですけども、河合案里さんはすでに公職の立場にありませんし、選挙に出ることもできないわけですから、返せるんですよ、返せるんです。今じゃあ自民党は河合案里さんに対して返せって言ったのかですよね。それからもともとそんな金権選挙がなぜ行われたのか、1億5000万の出どころ誰がどうやって出したのか、どういう判断だったのか、何の説明もしないでこの法案を出せばみそぎが済むというようなやり方含めて、あまりにもいかがなものかということですね。はい、法案の動機もそれから立法事実もちょっとあまりにひどいんじゃないですかということです。はい、関係の原川です。冒頭お話しされました LGBT 議連のですね、まとめられたその法案のその考え方について教えていただきたいんですけれども、差別を許さないということだったんですが、例えばこういうケースはこれ差別に当たるのかというのを伺いたいんですけれども、その生物学的には男性
の方、もう見た目はもうこっちラガーマンみたいな方が女性と自認されている。でその方が女子トイレ使いますと。で女子トイレ入っていきます。でその中にいた女生物学的に女性で女性と自認している方が、いや来ないで使わないでくださいと言った場合、その来ないでと言った人はその生物学的には男性で女性と自認している人をそれは差別しているという、そういうことになるんでしょうか。この LGBT の私たちが作ろうとしている法案というのは、すべての性に関わらず性自認とかいろいろ、つまり多様な性のあるもとで、そのすべての方々の権利を保障するというのが大前提なんですよ。ですから男性というふうにこう見てね、男性という方がそのまま女子トイレに普通に入っていくことは女性にとって恐怖心を与えるということであるならば、それは全ての方々の人権の保障にはなってないというふうにもなりますよね。で実際私がさまざまなトランスジェンダーの方とお話をしたときには、むしろだから多機能トイレですよね、誰もが使えるようなトイレを設置してほしいという要望はお聞きすることはあっても、男だと外から分かる格好のまま女子トイレに入れてくれなんていうことを主張された方と会ったことがありませんよ。当事者の方でそんな意見聞いたこともないですよ。すべての方の人権保障、一方の性に恐怖心を与えるようなことを私たちは求めてないです。公衆浴場でとかっていう人いますけども、そんなことやったら猥褻罪ですから。もしも男性のままの格好で女性用 のお風呂に入っていったらね、そんなこと求めてないですよ。当事者も求めてないですよ。すべての人の尊厳を守る、そのために何が必要かということを求める法案だということをぜひご理解いただきたいです。非常にね、自民党が今反対で流しているのは、本当にトランスジェンダーの方に対する差別と誤解を広げるような発言です。これ許されないような差別発言だという自覚を自民党の方にはね、こう発言された方には持っていただきたいと思いますね。自民党の話は分かるんですけど、その私の、こういうケースはどうですかというケースは、そういうケースは聞いたことないし、今後も起こり得ないという。だからそれは差別だから許されないなんてことにならないでしょ。だって一方の女性に恐怖心を与えるようなやり方を認めるっていうことを想定してないですもん。そういうことです、そういうことです。男性も女性も LGBT の方も全ての方の人権を保障するためにどうするかっていう法案だということです。